最近乗ってないです、新幹線。なんかね、なんかそう、地方に行くお仕事も前に比べたら全然減っちゃったから、めちゃくちゃね寂しいです。こんばんは。やっぱ髪の毛結んでると全然違うわ、超涼しい。あのね、女子ってやっぱね、髪の毛長いとね、この辺がめっちゃ暑くて、めっちゃ暑いの。でも髪の毛縛ってることによって、多分男性よりも、まあ坊主の人にはかなわないけど、坊主の人ってどんくらい涼しいんだろうな。やばいよね、涼しさ全然違うだろうな。体感温度2度ぐらい違いそう、髪長い人と。だってもう髪長いのとこれじゃ本当に全然違うもん。坊主の人は羨ましいって言ったらあれだけど、なんか絶対涼しいだろうな。アレンジできない、確かに。でも逆にさ、なんだろう、こう私たちはなんか帽子みたいになってるじゃん、髪の毛が。でもその坊主の人とかってこうそのまま暑さが来るから、逆に暑いのかもしれない、わかんない、それはどうなのか。帽子キャップとかかぶってればあれなのかな。今日ね、そうストーリー載せたんだけど、サンダルが壊れちゃいました。悲しすぎ、あれめっちゃ可愛くてさ、もう毎日のように履いてたの。あれ可愛いでしょ。なんかそう、最近流行ってるやつなんだけど、可愛くて毎日のように履いてたのに、なんかそう、後ろの人に、歩いてる時になんか後ろの人に足蹴られたのかなと思って、そういう感じだったの。なんかさ、たまに足、靴踏まれることあるじゃん、後ろの人に。歩いてて、近くで歩いててなんかかかと踏まれるみたいな、なんかそうかなって思って、そしたら後ろに誰もいなくて、2メートルくらい離れたところに女の人がいて、絶対あの人の足あんな長くないと思って、そう、あれがね、金具みたいなところが取れちゃったんですよ。そう、いやー、瞬間接着、いやもうね、ないの、その金具が。そうだから完全に折れちゃってて、でその金具ももうさ、歩いてたから全然わかんなくて悲しい。泣いた、今日一の泣いました、泣いエピソード。まあ毎日履いてたからかな、本当に悲しい。お気に入りちゃんが、マジでね、もうドタイプで、ドタイプで。で悲しいです。そう、あれはリリーブラウンっていうお店で買ったんだけど、もうあるの、ないのかな、わかんない。でももうサンダルの時期、サンダルの時期はまだまだまだ履けるけどさ、なんか売ってる、まだ売ってるか。
まあしょうがないよね。売ってるかわかんない、リリーブラウンだから今日はもうしばらくちょっとあのなんか紐がピロピロした状態で歩いてた。サンダルってどこで履くの？え、サンダルどこで履く？外です、外です。え、売り切れてました？嘘。ショック。ショックだ。ありがとう、調べてくれて。うわー。悲しい。一応中古屋さん行ってみ、中古屋さんで買うくらいだったら、うん、違うものを買います。大丈夫。一番のお気に入りだった。うん、最近本当に毎日履いてた。可愛くて厚底なの。なんか厚底の黒い何サンダルって言うんだろうあれ。ストラップサンダルというか。宮脇咲良さんモデル、あ、そうかも、リリー・ブラウンね、咲良さんがコラボしてるか。まあでもしょうがないですよね、物は。しかも別に誰かに壊されたとかじゃないから仕方ない。しかも結構さ、靴ってあれだよね、負担かかる、負担なんか力がかかる部分ってありそうだから。今日は餃子を食べました。めっちゃ美味しかった。でももう餃子お店で食べて美味しいけど、やっぱりうちの餃子が一番美味しい。本当にこれは、あっ、てて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 てなんて不思議な力。あ、これ昔の曲なの？だからみんな知ってるんだ。そうなんだ。最近 TikTok、 最近ではないけど TikTok で流行ってて。
そうなんだ。珍しい。昔の曲だったんだ。てて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 て。あ、私 TikTok さ、昨日さ、このこれさやったらさ、結構いいねがついてて嬉しかったです。いいねがとってもついてました。嬉しい。再生回数も多くて嬉しかったです。バズるかな。結構最近ね、投稿してるよ。あるかな。また後でなんか撮ってみようかな。なんかあるかな。ちょっと見よう。TikTok。ひたすらチグハグ。あー、なんかこういうやつだよね。チグハグ、チグハグか。面白い動画とかもないしな。面白い動画とかあったらな。あれやりたいんだよね、あのハビット、セカオアのさ、ハビットっていうやつ踊りたいけどさ、難しい、難しいんですよあれ。チグハグはね、なんかなんだろう、何の音楽かわかんないけど、そうバズってる、ね、あれが欲しいんだよね、ライト。そう、ライト壊れてからさ、全然なく使ってないから、ライト、リングライトがねないんですよね。あれがあったらさ、すごい漏れるんだけど。私の一番可愛いところはフルッパー。フルッパーって何？ねえねえねえ、うん、あ、確かに。やっかな。やってみようかな。なぎちゃんと前やった気がするんだけど、
サイリーの YouTube 七瀬が切れてた。え、サイリーの YouTube に私載ってるんですか。なんだろう。え、サイリーの YouTube 私出た。あ、ミニのやつかな。ミニのやつ。高橋サイリン。サイリーの台所。かわいい。なんかサヤリンのさ、めっちゃかわいいね。見合った編集めっちゃかわいくない。なんか凝ってるよね。自分でやってんのかな全部。すごい。ミンのやつね、見よ。今から見ます。そうそう、インタビューもしてね。そう、めっちゃ全部。そう、メイクさんめっちゃね。めっちゃ可愛かった。サヤリンはこのスタジオで撮影したんだ。私は外で撮影したんですけど、もう眩しくて眩しくて目が開かなかった。今サヤリンの YouTube 見てる。マリアがニット帽って珍しいよね。あんまりイメージない。めっちゃ可愛い。日差しの下のナースめっちゃ可愛かった。本当？あ、私の全身が乗ってる。下はこんな感じでした。
これ、そう、ここのね、三つ編みみたいな、ここの三つ編みのやつ、なんか流行ってて、すごい嬉しい、サユリいっぱい乗せてくれてる。嬉しい、なんかすごい見たくなっちゃう。え、待って、エイちゃんの日、見たままシロちゃんがレッスン頑張って、なにこれ、こんなん見たことないんだけど、ちょっと気になる。面白いね。仲良くなってきて。でも私サユリン髪長い方が好きだなって本人にも言ったんだけど、サユリン教えてくれてました。 YouTube 見てください、サユリンの。ね、顎にニキちゃんできた、痛い。ここね、めっちゃできるので、これね、なんかなんだろうって思って、顎にできるのは食生活とか、なんか食べ物に影響してるらしいの。なんでだろう、お菓子とか食べてるから。そんなね、逆にあんまなんかそれ以外の場所にはできない。できるとしたら絶対ここ。しょうがないよね、だってお腹空いた時に食べようって思ったらさ、仕事から帰ってきてご飯食べるじゃん。もうさ、夜になってるわけじゃん、その7時とかさ、8時とかじゃなくてもう11時とかね、12時になっちゃう時もあるから。毎日アイス食べてないからじゃない、あ、逆にね、確かに毎日アイス食べてないからこうなっちゃうんだ。そういうことだ、そういうことか、納得、それは納得しました。なので食べます。最近でもね、乗せてないだけでね、食べてるよ。まあ、毎日食べてないけどね、毎日食べたいな本当は。プラス思考、そうだよ、何でもプラス思考に考えなきゃ。思考に考えて生きていかなきゃ。最近おすすめのアイスはね、セブンでこの前食べたんだけど、チョコミントアイス、セブンのなんかセブン限定、セブンから出てるチョコミントアイスがあって、カップなんだけどちょっとちっちゃめで、でなんかさ、普通さ、普通っていうか
あのチョコミントアイスってさ、まあ、チョコミントアイスが普通にこうなんかあるじゃないですか。でもそのアイスには上になんかチョコのクッキーみたいなのが乗っててめっちゃ美味しいの。めっちゃ美味しい。しかも今のネイルはチョコミント色なので、じゃーん、まあたまたまなんだけどね、可愛いと思ってやったのが偶然、あ確かにチョコミント色だと思って、チョコミント色自分でなんか茶色の過去かな、茶色のチョコみたいなやつ。そうだとミルクがマーブルになってるアイスが好き。へえ、何それ。そうだとそんなのあるっけ。おいしい。今日さ、お店でつけた試した香水がめっちゃいい匂い。買おうかな、あれ。じゃあなんか大人の女性って感じの匂いがする。僕の周りの大人の女性はみんなお線香の匂い。え、お線香の匂い好き。なんかすごい落ち着く。リラックス効果ありそうだし、よくさお香焚いたりするもん。めっちゃいい匂いこれ。みんなに嗅いでほしいぐらい。めっちゃいい匂いする。匂い気になるので同じから行きます。待ってます。あくびしちゃった。イソップの香水確かめっちゃ持つわこの香水。タンプレでジョン・マローの香水も流行ってるよね。でもそんなにね、なんかきつい匂いが好きじゃないから、あんまり普段香水とかはめっちゃつけないんだけど、仕事の時くらい。プライベートはねあんまりつけないかも。ボスって何？初めて聞いた。ジャスミン系。あージャスミン系か。シャンプーの香り、いい香りをつけすぎると台無し。たまにさ電車とかでさすっごい香水つけてる人いるじゃん。
本当に苦手でさ、なんか苦手っていうか気持ち悪くなっちゃうの。なんかだから、え、音って何？そうだからね、違う車両にたまにね、逃げる。なんか変な音した、こうやって触ってたからかも。天気予報見ました、ありがとう。ブーブークッションかと思った、そんな。ずっと使ってこすると、つけすぎたりしない。あ、確かに匂いが慣れちゃうのかな、それはあるかもしれないね。あるかも。お話し会申し込んできましただって嬉しい、ありがとう、楽しみましょう。しょー、サマステ一緒に見に行った奥さんから、ななしちゃん生で見るとさらに綺麗、嬉しい、本当ですか、ありがたきお言葉です、嬉しいことを言っていただけて光栄でございます。このさ、ファンレベルがなんとかに上がりましたって、なんかポケモンみたいなんだけど。ポケモンみたいですわ。撮る後で覚えてた。てか待って、今日何日？ 18？ もうすぐ8月終わるじゃん。8月終わります、どうしよう。みんななんかやり残したことある？いやでも結構、あ、そうだね、オンコロライブも発表されたし、サマーステじゃなくてアットジャムも発表されたし、秋葉やばいもあるし、結構ねフェスとかイベントとかね立て続けにあるので嬉しいです。私本当になんかいっぱい出られてる方なんで感謝ですね。夏はまだまだ終わらない。そうだよ、そうですよ。
月4日に池袋で会いましょう。池袋なんかあったっけ。あ、オンコロ、オンコロ9月か。じゃあもうちょっと先だね。悲しみ。まあでもね、8月後半のサムネイル出るのかな。出たいよ。全然もうサムネイルさ2ヶ月に1回くらいなんだけど、もっと出たいんだけど。前回の出演は2020。おお、そうだね。2年前出たの。1年前かな。1年前。劇場のお見送りもうちょっと近くてもよくない。ダメです、まだ荒れないしね。何幕みたいなやつ。成功とってやったね。初披露じゃなかったっけ。初披露ではないか。初披露どこだっけ。なんせ初披露のイベント出たんだよね。劇場、あ、劇場じゃないや、劇場じゃないよな。多分あ、オンコロが初披露？おお、そうなんだ。そっか。バケットもすべて私受けかもしれない。ね、本当私ユニットをすごい両方とも大好きな曲だから嬉しい。過ちもね難しそう。やったことないけど、もうなんかいいよね、あの世界観。よしころは広まってますか。広まってないと思います。はい、広まってないと思います。ランナーズハイ、ランナーズハイね、難しいんだよね。歌がね大変、あの歌いだし一人だし、私結構一人で歌うとこあるかも。ユニットも両方とも一人で歌うとこあるし、あとはランナーズハイも
て、あれもある。花は何を思い、ルルルルル、なんだっけこれ。誰が私を泣かせたじゃなくて、いつも歌詞、あの曲名が出てこない。なんだっけ。だから君が好きなのかな。と、と何が当たるかな。君はメロディー、あーいいよね。君はメロディーも楽しみの一つ。ナナシの配信の楽しみ、配信じゃないや今日ちょっと頭がおかしくなってます。なんだっけ、公演の楽しみの曲は、でもいっぱいあるわ、選べない。楽しみに、まだ見てない人はね、楽しみに見てきてください。楽しみにしててください。また音がした。だって多分こう私がおならの音って言わないで、私がね画面触るとなる。なんだろう、これこれ外ます。多分なんかね、なんか触ってる。なんだろうね。じゃあちょっと触んないでおこう。でもコメント下に流れちゃうから、こうやって楽しそう。中西会でねインスタライブできないですね、なかなか合わないんだよね予定が。明日配信やるとしたら昼間とかやるかもしれないですかね。夜はちょっとできないかも。
忙しいだろうし無理せずでね、ありがとう。無理せずでやりますよ、もちろん。私はもうやりたい時にやってるんで全然。あ、千織さんのファンがいる。よいしょ、足が痛い。次のイベントは土曜日か、秋葉やばいですね。いや、そろそろランキング読もうかな。13位は哲夫さん、ありがとうございます。12位は限定ショールマットマークナナレンジャーさん、ありがとうございます。11位はトータットマークナナレンジャーさん、ありがとうございます。10位はシューアトマーク名古屋のナナレンジャーさん、ありがとうございます。9位はユウさん、ありがとうございます。8位は夜明け前アトマーク七瀬が生きがいナナレンジャーさん、ありがとうございます。と7位はイッサかわいい、いつもありがとうアトマーク七レンジャーさん、ありがとうございます。6位はパンダアトマーク七レンジャーさん、ありがとうございます。5位はクニアトマーク七瀬のほっぺが好きナナレンジャーさん、ありがとうございます。4位はケナイトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。3位はカズカズくんさん、ありがとうございます。2位はヨレアトマーク韓国の7レンジャーさん、ありがとうございます。1位はナベアトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。それでは今日もゆっくり皆さん寝てください。バイバーイ、おやすみ。 See you。